いらっしゃいませ。昨日の iPad 無印おすすめ動画が寝て起きたら2000再生突破してて、この動画を作ってる間も普段の僕の動画の平均再生数を毎分更新してて驚愕してるハヤトロックです。皆さん本当にありがとうございます。あ、ちなみにこのチャンネルはお絵かき系のチャンネルですので、今後もですねガジェット系の動画を上げ続けるかっていうのはお約束できませんのでご理解ください。ただ僕もですねガジェットは好きなので、僕がですね興味があり、かつお絵かきに関係あるものは今後もやってみたいと思っています。ハヤトロックガジェット系 YouTuber に転向チャンネル。今回はサムネイルにもあるように Apple Pencil から iPad を選ぶといった内容の動画になります。 Apple Pencil の性能、初代と2代目の違い、そして iPad 側の違いを、これまたやはり絵描き視点で解説していきます。まず大前提として資金に余裕があり、かつお絵描きをある程度生活の中心に考えているのであれば iPad Pro 12.9 インチが一番おすすめです。絵師にとってキャンバスサイズが大きいのは正義ですし、 Apple Pencil の性能をフルに享受できます。ただしこれを揃えるには約15万円の資金が必要となります。これほどの高額になると、それなりの性能のパソコンと中華液タブを買うことを検討する方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はあくまで iPad ということで話を進めます。15万あったらあれ買って、これ買って、あれ。はい、では今回のテーマである Apple Pencil の性能を見ていきます。2021年9月現在ですね、 Apple Pencil は2タイプのモデルが出ています。こちら側ですね、2世代目となっていますけども、はい、マットな仕上げ、取り付けはマグネットで、ツールの切り替えはダブルタップで、傾きと圧力を感知するセンサー、 Apple Pencil 2世代目 15,950 円、税込みですね。もう一タイプ、はい、 Apple Pencil 第1世代目が 11,880 円ですね。価格にもですねある程度の差がついてます。ここからはですね Apple Pencil の初代と2代目と呼ばせていただきます。はい、ここにも書かれてあるようにですね、初代の最大のデメリットについては前回の動画で語ってますので、ぜひともそちらをご覧ください。使う上でのですね最大のデメリットとなってます。はい、おすすめカードと概要欄にリンクしておきますね。最大のデメリット、何それ気になる。ペンにおいて一番大事なのは書き味ですよね。そこに一番直結する項目の一つとしてレイテンシーという項目が挙げられます。レイテンシーっていうのがですね、はい、こちらペン先とこのまあ秒画面ですね、まあ、液晶画面になると思うんですが、そことのこの通信ですねのやり取りの数のことを言います。反応速度とも言いますね。その反応速度がですね、初代の方はこちらレイテンシーが20ミリセカンド、続いて2世代目の方が9ミリセカンドという数値になります。20ミリセカンドとか9ミリセカンドとか、なんだかよくわからない単位ですよね。20ミリセカンドっていうのはですね、1秒の50分の1、0.02 秒のことですね。つまり、ペン先と秒画面の間を1秒間で50回やり取りをします。続いて2代目の方ですね、9ミリセカンド。1秒の約111分の1です。0.009 秒となります。つまり、ペン先と秒画面の間のやり取りを1秒間で約111回やり取りをします。はい、ここまでいくとペン側だけではなく受信側の iPad の画面のリフレッシュレートの話もしていかなければいけません。 iPad 無印と iPad Air はディスプレイのリフレッシュレートが 60Hz です。そして iPad Pro になると 120Hz になります。このリフレッシュレートっていうのがですね、1秒間に何回映像を切り替えることができるかという数値ですね。よく例えられるのがアニメとかですね、パラパラ漫画とか1枚1枚こう切り替わりますよね。 60Hz は1秒間に60回切り替わり、 120Hz は1秒間に120回切り替わるってことですね。おや、この数字先ほど似たような数字が出てきませんでしたか。はい、こちら9ミリセカンドの時に言った111分の1、1秒間に111回通信しますよっていう数字ですね、と20ミリセカンドの時に言った1秒間に50回やり取りしますよって言った50分の1、ここなんか数字似てますよね。はい、そうなんです。 Apple Pencil 2代目
こちらですね、リフレッシュレートは、はい、120Hz、 1秒間に120回切り替わりますよ。そして2世代目の Apple Pencil レイテンシーが1秒間に111回通信できますよっていう数値でしたよね。つまり120の中に111入りますよね。 120Hz のリフレッシュレートであれば 9mS のApple Pencil 2代目の性能はフルに享受できます。 Apple Pencil 2代目の 9mS っていうのはですね、ディスプレイのリフレッシュレート 120Hz をもってして最大限 9mS が実現できます。つまりこちら、同じ Apple Pencil 2世代目が使える、はい、iPad Air 4 ですね。 Apple Pencil の性能的には 9mS、 111分の1セカンドですね、使えるポテンシャルは持ってるんですが、それを表示できる方、表示する方、受信する方のですね、 iPad Air 4 がリフレッシュレート 60Hz になってるため、はい、ここですね、60分の1より上の部分、この部分が Apple Pencil 2代目のですね、オーバースペックになっていて、この部分が間引かれるんですね。つまり60分の1セカンドのペンシルとして使えるのかなっていうところなんですが、僕はですね、 Apple の技術者じゃないので正確なことは言えませんが、 Apple ペンシル2代目が細かい調整をされているデバイスであるとすればですね、このような予測ができます。ちなみに初代の方ですね、はい、iPad の無印プラス Apple Pencil 初代の方ですね、 iPad の方、ディスプレイ画面の方はリフレッシュレート 60Hz なんで1秒間に60回切り替わります。に対して初代の Apple Pencil は1秒間に50回のやり取りができるんで、初代の Apple Pencil の性能フルに享受はできるんですが、60から50を引いた10分ですね、10の分だけはちょっと足りない感じになりますね。に対して先ほどの、はい、こちら iPad Air 4の方、2世代目の Apple Pencil を使う場合は60分の1使えるんで、こんな感じですね。同じディスプレイのリフレッシュレートとしては 60Hz なんですが、初代の Apple Pencil は50ですね。で、2世代目の Apple Pencil はここですね、性能の限界のため間引かれる数値があるんですが、はい、ここ60から50を引いたこの10の分だけ無印の iPad より滑らかに書けるのではないかと予想ですね、僕のしてます。はい、未確認事項なので信じすぎないようにしてください。なのでこれはですね、あくまで僕の机上の空論であり、 Apple Pencil がですね、この仕様だと言い切ってるわけではありません。こういったことをですね、正確に測れる機関であったり、 Apple 自身が公式発表してくれないとわからない部分ですね。ティーム、教えてくれないかい。はい、つまり僕の仮説上はですね、 iPad 無印プラス Apple Pencil 初代の場合は50分の1秒レイテンシーで書ける。で、 iPad Air 4 に関しては Apple Pencil 2代目60分の1秒レイテンシーで書けるのかな。ここはちょっとわからない部分です。ふわっとしてる部分です。で、iPad Pro、Apple Pencil 2代目、これは最大限性能を享受できるので111分の1秒レイテンシーで書けます。つまりですね、この順番よりこっちに行くほど滑らかに書けるということになりますね。はい、ここですね、 iPad Air 4 プラス2代目 Apple Pencil の場合、60分の1秒レイテンシーで書けるかなっていうふうには書いてはいるんですが、不確かなので、無印と iPad Air 4 に関しては同等の性能であるっていうふうに捉えてた方がいいかもしれないです。が、もしもですね、今後 iPad Air のディスプレイリフレッシュレートが 120Hz になるなんてことがあったらですね、Apple Pencil 2代目が使えますので、現行の iPad Pro と同等のですね、滑らかさで書けるようになると思います。が、Apple としてもですね、Pro とそれ以外の iPad は差別化していきたいと思っているはずなので、もしも無印 iPad や Air が 120Hz になる頃にはですね、iPad Pro はさらに上の、例えば140、150、200、などのですね、120Hz 以上のディスプレイを搭載してくると思います。その頃にはですね、 Apple Pencil 3代目なんてのが出てきて、 9mS からですね、ここが 5mS や 3mS などのですね、レイテンシーのペンシルが誕生すると予想しています。もちろんこれは僕の妄想です。妄想はいかんよ、妄想じゃいかん。はい、ではここでまとめます。ペンシルを軸に iPad モデルを選ぶ上で、描画力を基準にすると無印 iPad と
エアーは同等、もしくはエアーの方がちょっとだけ上になるのかもしれないんですが、ただしですね、今後プロへの買い替えや僕のですね先ほどの妄想通り、エアーのリフレッシュレートが 120Hz に対応した機種がですね生まれた場合は、アップルペンシル2台目を持っておいた方が今後の未来に期待が持てます。なので現状今ですね、この時だけで書き味を比較するのであれば、無印と Air 4は同等であり、それ以外の判断材料としては価格、デザイン、CPU、チップですね。無印旧世代の場合は A13 チップ、Air 4は A14 チップですね。それプラス前回動画で語った Apple Pencil 初代の最大のデメリットをどう捉えるかで変わってくるかと思います。今回はですね、技術者でも専門家でもない僕がですね、公表されているデータから考察した Apple Pencil からの考える iPad 検討方法でした。はい、あくまでも iPad 購入の判断材料としての参考にとどめてください。はい、当店では普段お絵描き解説講座系の動画を発信しています。この動画を見て、もしもですね iPad でお絵描きデビューしてみようかなと思ったらですね、お絵描き講座たくさん動画作ってますので、ぜひともですねまたこのチャンネルを見に来ていただければと思います。その時のためにですね、もしよろしければチャンネル登録お願いします。高評価ももしよろしければ押してってください。はい、また次回のご来店をお待ちいたしております。それではまたね、バイバーイ。